オーガスティン・フリードリヒ・バルター・アウグスティン・フリードリヒ・バルターはドイツの解剖学者、植物学者である。ビッテンベルクで生まれた。父親は神学者のミカエル・バルターで、母親の父も神学者のヨハンド・ドイチュマンである。ビッテンベルク大学で学んだ後、イエナ大学で学び、1709年から1711年までオランダ、イギリスで学んだ後、ビッテンベルク大学で、 哲学博士の学位を得た。医学の道に進み、ライプツヒ大学に移り、1713年に医学の博士号を得た。ライプツヒ大学で教授資格を得て1728年に解剖学と外科の教授となり、1730年にライプツヒ植物園の園長となった。病理学や臨床学の教授も務め、医学の教育を組織し、 1737年に学長も務めた。解剖学の分野では、筋肉や循環系の研究を行い、いくつかのバルターの名前の付けられた器官を発見した。植物学の分野の主張、植物の識別、AF ウォールテリーの庭園であり、自らの庭園で育てた数百例の植物について記述した。リンデによって、アオイカの植物の俗名、ウォールテリアに命名された。 エーバルターは植物の学名で命名者を示す場合にアウグスティン・フリードリヒ・バルターを示すのに使われる。ありがとうございます。